こんにちは、ウニアトリエの加藤です。今日はですね、横顔を描いてみようと思います。横顔を描く、プロフィールとも言いますけれども、このね、横から見た顔の描き方というかポイントについてお話ししていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、こんな感じで、はい、では早速行ってみましょう。横顔の中でも、鼻から口、顎にかけてのライン、その辺を見ていこうと思います。例えば今回は右向きの顔で考えると、例えばこんな感じですかね。額から鼻へつながって、はい、鼻から口へつながって、上唇、下唇、顎、例えばこんな感じ。画面入ってるかな。でどうでしょう。はい、でこの時に、形を取るポイントですね。まずね、重要なのはこの眉毛っていうか、この額の一番飛び出てるところ、ここから一旦ギューッと内側に、眉間へ引っ込んで、そこから鼻筋につながります。鼻筋、鼻のピーク、一番飛び出ているところ、鼻の頭から今度は内側へ向かって引っ込みます。この時にこのね、鼻の小鼻の形、鼻の穴の形、意識してみましょう。ほっぺたは、日本人の場合ですとほっぺた、例えばこの辺ですね、外国人に比べるとそんなに彫りは深くないので、例えばこんな感じで、鼻の頭から、この鼻の付け根に向けてギューッとね、内側にこう入り込む感じ、これ結構ポイントになります。で、鼻の穴があって小鼻につながると、はい、でここから、鼻の下、上唇につながります。で、上唇はこれ真横から見た時って、例えばこんな風にね、先端がこう丸くぷくっとね、膨らんでるような感じに見えることが多いと思います。で、これが口の端ですね。口の割るところ、例えばこんな感じで、で下唇は上の面があって正面があって、でこれ色がこう、例えばピンク色に見えているのはこの辺り、こんな感じで、下唇の下は今度は顎に向けて一旦引っ込みます。こんな感じでね、一旦引っ込んでから顎につながる。顎もね、あんまりこう張りすぎないでっていうか、出すぎないような感じ。例えばこんな感じですね。で、目の位置なんですけれども、まず眉毛のラインをしっかり確かめて、そこに対して目はね、横から見るとこういう三角形に見えてると思います。で、上まぶたがあって、眼球は真横から見るとなんて言うんでしょう、細いこう、猫の目じゃないですけれども筋みたいな感じで、で意外に白目っていうのは多くは見えてないです。で、下まぶたがあって、下のまつげもね、意識して描いてみましょう。例えばこんな感じ。目のくぼみ、一番ね、この眉毛のライン、一番飛び出てるところから目にかけて一旦少しね、引っ込みます。鼻の高さ分ね、引っ込む感じで、で、あとはね、一重の人、二重の人、様々だと思うんですが、二重の場合だとこんな感じで、上まぶたが一段段差があって、例えばこんな感じ。
ほっぺた、頬の骨につながっていくと。あと眉毛をね、描くときには眉毛の端っていうのはこの毛の、生えてる向きっていうのは結構ね下向きなんですよね。で生え際はこの中心の、眉間のあたりは上向きの毛の生え方が徐々に下向きの生え方に変わってくる。例えばこんな感じで、さあどうでしょうか。ね、人の顔を横から見た時の捉え方ですが、あとね鼻の影も少し入れてみましょうね。光がこうやってね右上から当たってきた場合、この辺りから下が影に見えていると思います。あと小鼻の端、このね内側に入り込むここの形、ここ結構重要なのでしっかり描いてあげましょう。で鼻の影がねこのね上唇のこの部分にもね結構落ちていると思うので、影をしっかり入れながら描いていくと結構自然な感じに仕上がります。ざっくりですけどね、例えばこんな感じで。はい、今日は横顔の、描き方というか横顔を描く時のポイントについて喋りながら描いてみました。はい、こんな感じかな。はい、今日の動画は以上で終わります。それではまた。